さてと、ガラハド要塞へ行くには大剣の警告を通らなくてはいけない。コロニー6があの状態じゃポットを打ち上げるわけにもいかないわね。どうやって行くの？巨神の右腕から降りるのさ。巨神の右腕は鬼神の剣、つまり大剣の警告を掴んでいるからね。なるほどな。さっきも言った通り、右腕は雪深い山脈でね、一筋縄ではいかないよ。みんな準備はいいね？おう、バッチリだぜ。いい返事だ。右腕にはマクナ原生林経由で行く。あの短距離ポットに乗ってね。さあ行こうか。ザンザはあれで滅んだわけではない。このままではまた悲劇は繰り返される。メイナス様、それでは。おそらくエギルもこのことに気づいているでしょう。しかしなぜモナドを解放したのか。それはザンザにとっても諸刃の剣になりうるはず。そしてなぜあのホムスの少年を選んだのか。なぜあの少年のことを考えると胸が痛む。メイナス様。バネア、早々の修繕感謝します。もう一度あの少年に、モナドを持つ者に会ってみようと思います。モナドを持つ者に？ですがそれは。エギルは私の復活のことはまだ気づいてはおりません。それがメイナス様の望みでもありましたので。では私に任せてください。私はあの少年に会います。いいえ、そうせずともモナドが引き合わせてくれるでしょう。あいつ好き勝手してくれるじゃねえか。それにようやく思い出したぜ。どこかで見たような娘だと思っていたが、ダンバンの妹じゃねえか。サブサブ、こんな寒いの俺初めてだ。無理もない。ホムスの住む仮想じゃこんな気候のところはないからね。リキ、寒いとこ嫌いもん。そうよね、マクナも暖かかったもの。ここを降りれば大剣の警告なんだね。ああ、でもその前に君に見せたいものがあるんだ。僕に？そう、君に。ほら、見えるかい？あそこにそびえ立つ塔のようなものが。正確には遺跡なんだけどね。見えるも、最果ての木より高そうだもん。まずはあそこを目指そう。話はそれからだよ。